キブナ号キブナ号は、栃木県宇都宮市の中心市街地を循環する、コミュニティバスの愛称。関東自動車、柳瀬営業所が、運行受託している。系統番号は34番。2019年5月17日までは、以下の一方向のみの運行であった。平日土曜日、日曜日宿日、平日土曜日日曜日、祝日おとの170円均一。 関東自動車の一般路線と同様に、栃木県内、乗り合いバス3社で発行している3社、共通バスカードも2021年1月4日の取扱い終了まで利用できた。2021年3月21日から取扱い開始の地域連携 IC カードとトラも使用可能だが、車両構造の都合で前乗り前折り方式のままとなっている。運行開始当初は、 最生会病院経由便への乗り継ぎ券扱いをしたがほどなく終了した。木船号及び宇都宮駅東部駅前間の関東自動車の一般路線バスに一いた地上高自由な乗車券が宇都宮駅前の定期券販売センターにて販売されている。専用カラーで車椅子用リフトを装備した日の DSC が3台投入されている。ただし車両点検時などは 宮バスカラーのリエッセや一般カラーの日のポンチョを使用することがある。共同組合宇都宮餃子会と関東自動車の共同企画として2015年4月23日より同年11月30日までの間案内アナウンスが宇都宮餃子 PR 特命アンバサダー宇都宮ゆかい市民でもある声優餃子評論家の切退済みによる 観光名所及び停留所近隣の餃子店の紹介も行う特別バージョンに変更された。スマイルバスキブナ号の前身として2001年7月19日から11月18日まで試験運行された宇都宮市中心街の循環バス。宇都宮町づくり推進機構24の提言を元に宇都宮商工会議所が主体となって関東自動車に委託して実験された。 車両は、宮バスと、同カラーのリエッセ4台が新規に導入され、柳瀬営業所と、宇都宮営業所が2台ずつ運行を担当した。スマイルバス運行終了後は、宮バス路線や木舟号に転用されることなく4台とも、廃車された。中心市街地活性化に向けた、主な取り組み宇都宮市、公式サイトハット AB 木舟1日乗車券、餃子食べ歩きップ、 発売中、宇都宮市市内循環バスのご案内、宇都宮市公式サイトゆかい市民宇都宮プライドマイナス4月23日から引く声優、宇都宮餃子 PR 特命アンバサダー切った、泉さんの音声による、気分な案内アナウンスの実施について、関東自動車株式会社、ありがとうございます。